ここに名もなき巻物あり。うちに記すは未だ結びの見えぬ物語。その顛末に望む意志あらば、己が手を持って開封せよ。汝が意志見届けたりならば、伝え聞かせよう。これまで続く忍びの歴史を。終わりなき戦いの連鎖を。創世に始まり、大月を経てもなおやむなく続く連鎖がある。忍びとなり、一族となり、里となった糸までですら、戦乱は絶えることなく、なおも高まる。そして憎しみは広がる。かくてかの二人もついに立ち戦い続けた。木刀必殺口寄せの術。やはり貴様との戦いは心躍る。まだな、お前は。さあ、もっと俺を楽しませろ。樹木ごときで封じ込められる。あれは せっかくの余興だ。お前も楽しめ。ここで戦う。そんな生くらでどうするつもりだ、柱間。燃えるな。少しはおとなしくなろう。手をこまねいているだけでは俺には届かない。受けていいよ。甘い。踏み込みが足りん。お前にこれを止められるか。どうしよう。落ち着いた。お前に殺
められるか。どうしよう、落ち着いたか。スサノオ、お互い温まってきた頃だ。ああ、勝負。これだからやめられんのだ。どちらが上か決着をつけるぞ。望むところだ。これでどうだ。やるな柱な。だがまだ終わりではないぞ。する柱間よ。やはりお前との戦いは別格。俺とここまで対等に戦える者はお前だけ。それこそが真の戦いだ。俺はお前と戦いたいとは思わない。お前は俺の友だ。そんなものにこだわるかお前には見えない。本当の夢ってやつやな。それだけで迷いは捨てよう。柱が黒人ごときで俺に届くと思っているのか。何事もやってみなければわからぬ。砕けろ。よし、止めたぞ。やるな柱。俺の救護をここまで追い詰めると。だがこの余興はまだ終わらせん。消えろ柱が。
ン神数千獣闘争は終わらない。なおも忍びは戦い続ける。己の信ずる道を歩むために。時は進む。されども戦いの連鎖は終わることなく、なおも熾烈極まる忍界で、二つの影が道を歩む。果たして彼らが目にするもの、そして導き出される新たな道とは。辞書、総決の章。この世界は終わらせる。火の国は木の葉隠れの里。そこに里の長、火影になることを夢見る少年、渦巻ナルトの姿があった。かつて里を襲った美獣キュービの妖子をその身に宿すも、己に備わる強き意志を持って成長の道をした走る。しかし忍界は混迷を迎えていた。暁を名乗る組織がキュービを含む9体の美獣を回収せんがため、忍界に対し宣戦を布告。大戦の炎が放たれた。ひとたび放たれし炎はとどまることなく燃え盛る。されど渦巻ナルトはただまっすぐ、新しき絆とともに先だけを見据え叫びたける。叫びは広がり、まるで呼応するようにあまたの仲間たちは大地を蹴った。ナルト、戦い続ける彼がために。この世界にもはや意味はない。ここで下道魔族だと。まさか休め始めるつもりか。ここからは狂乱の時間だ。天地避ける方向は
終わりを告げる合法となりて、忍界をかけた戦いはまさに最終局面を迎えんとしていた。ここより極限を超えた死闘が始まる。世界にはもはや希望も未来も名のある英雄もいらないのだよ。現実は終わり、あるのはただ無限に続くたった一つの終わりなき夢。俺には父ちゃんがいた、母ちゃんがいた、エロ仙人がいた。ガキは英雄に憧れるもんだ。だから俺は迷わねえで突っ走れる。俺はどの先代も超えるほかげになる。それが俺の夢だ、バカ野郎。絶対それを引っぺがしてやる。それあのデカいのを引き潰す。待てろ、異獣惑星螺旋手裏剣。そううまくいくかな。やはり強いな、カカシ。待てろ、異獣惑星螺旋手裏剣。ずっと引っかかっていることがある。引っかかっていたの？まだ家庭の域はないが、奴の術と俺の覚悟には同じものかもしれない。なんだと？逃がさん！もし蹴らせ、もし家庭の通り、分身か。うわ限界のようだな、カカシ。まだだ、ビジューの番。少し遅い。無駄なことを。バカな。もう逃げらんねえぞ。そうか、さっきの影分身は俺の攻撃じゃなく奴のカムイで消したのか。カカシめ、俺との空間がつながっていることに気づいて。てめえは誰だ！お前は。